なあ、霊夢。クリスマスの予定は決まっているのか。まさか、いつものぶっ飛んだ女子会メンバーと過ごすわけではないだろうな。気になっている男友達とディナーに行くよ。NA の良さが消えちゃうから、ボルトウンターボはつけたくないっていうほどの装飾系男子で、なかなか二人の関係が進展しないのがじれったいけど、装飾系とターボのポン付けは関係ないと思うが、今度のクリスマスあたりは、男らしくガツッと来てほしいんだけどね。いっそのこと、私からラブホにでも誘うかしら。そうなればさすがに覚悟を決めるでしょ。女性もイニシアティブを握る時代だから、そういうのもありだろうな。しかし、クリスマスなんてラブホはどこも混雑で大変だぜ。そこなんだよね。女子が前もって予約してました。ってのも恥ずかしいもんね。かといって待ち時間が長いとなんとなく気まずくなるし。なるほど、それならいい車があるぜ。車、ラブホの混雑と車が関係あるの、待ち時間に気まずくならないような、エンタメ感満載なインテリアの車とか、当たらずとも遠からずだな。インテリアに特徴があるのは正解だ。この話の流れでも浮かんでこないのか。え、何？どんな車なの？どうやら本気で知らないようだな。よし。今日はホンダ SMX を解説することにしよう。SMX の異名を知れば、霊夢の悩みも即解決だぜ。SMX の異名、何のことだかさっぱりだけど、とりあえずよろしくお願いします。もしこの動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それじゃ行くぜ。SMX は、ホンダのクリエイティブムーバーシリーズ、第4の資格として96年11月に販売が開始されたトールワゴンだ。グレードは3種類で、新車価格は160万から210万円だったぜ。クリエイティブムーバーって聞いたことないんだけど何？クリエイティブムーバーとは、94年のオデッセイを皮切りにホンダが発表した RV シリーズの呼称だ。90年頃から流行しだした RV ブームに取り残されていたホンダは、当時深刻な経営危機を迎えていたんだが、このクリエイティブムーバーシリーズで危機を脱することができたんだ。確かこの頃は、バブルの崩壊でスポーツカーの需要が激減し、実用性重視のミニバンが人気だったのよね。ブームに乗れないことで経営危機にまで発展したのね。考えてみると、オデッセイが出るまでのホンダって、ミニバンってイメージがないような。そもそもホンダは、FF のセダンやクーペの生産が中心で、RV 車は他社製品を製造、販売する OEM で行うことはあっても、自社生産はしていなかったんだ。RV 車専門の生産設備がない中で、この状況を打開するにはどうすればいいのか考えた末、既存の FF 車のコンポーネンツを流用して、ホンダ流の RV 的な車を開発することを決意したんだ。それで生まれたのがオデッセイってことね。確かオデッセイってバカ売れしたんでしょ。それまでミニバンを作っていなかったのに、スマッシュヒットを生み出すなんてすごいよね。FF 車をベースに、限られた開発費や環境の中で、流用できるものを徹底的に流用し、工夫を凝らした結果だな。オデッセイは、高さ制限のあった狭山工場の生産ラインに合わせて設計したことで、テールーフタイプの乗用車のようなミニバンに仕上がったんだ。これは、オデッセイのヒットにつながった要因の一つだぜ。ネガティブな要素をプラスに置き換えたのね。さすがホンダ。それで、クリエイティブムーバーには、SMX やオデッセイの他にどんな車があったの？95年の CRV や、96年のステップワゴン。オデッセイの北米仕様とも言うべき、99年のラグレートという車種が存在したぜ。ちなみに SMX のベースとなったのがステップワゴンだな。サイズの違うステップワゴンを、わざわざベースにしたのね。流用できるものは、徹底的に流用したというのはこのことね。確かに、デザインが箱型で背が高いとこは似ているかもね。外見だけじゃないぜ。エンジンなどのコンポーネンツも共有してコストダウンを図り、ステップワゴンがファミリー層を、SMX は若者たちをターゲットに開発されたんだ。それで、SMX が若者をターゲットにしていることと、ラブホの待ち時間とどう結びつけるの？ SMX の異名って何なの？ SMX の異名は、ズバリ走るラブホだぜ。これならラブホの待ち時間なんか関係ないだろ。ちなみにクリエイティブムーバーは、日本語に訳すと生活創造者なんだが、SMX はまさに生活創造者だったんだぜ。変換の仕方、それにしても、どこをどうしたら走るラブホになっちゃうの？そんな異名をつけちゃったら、ホンダの開発スタッフだっていい気はしなかっただろうね。いや、なんたって SMX のキャッチコピーは恋愛仕様だったからな。ホンダだってやる気満々だろ。恋愛しよう、ディーラーで SMX くださいって言いにくそうなキャッチコピーね。それから自動車評論家であった徳大寺有常さんが、著書で動くモーテルという企画には驚いた。セクロスがあからさまに商品化されていると評したことも大きかっただろうな。言いたい放題だね。徳大寺さんって間違いだらけの車選びで有名な人でしょ。そのレビューが注目を集めて、自動車系メディアなどから走るラブホって拡散されたのかな。
それもあるだろうが、SMX は常にカップルがイチャイチャできるフロントのベンチシートや、フルフラット機構で、セミダブルサイズのどこでもベッドを備えていたからな。実際に動くモーテルというポテンシャルを秘めていたのは間違いないだろう。ベンチシートとフルフラットシートだけで、走るラブホと呼ばれるほどじゃないでしょ。全席部分の居住性の確保や、純粋に車中泊を楽しむ人だっていたはずなんだから。いや、それだけじゃないぜ。後席右側の収納スペースには、キッシュを収納できるボックスがあって、フラット状態だとちょうど枕元に当たるように配置されていたんだ。しかもホンダ公式によると、キッシュケースが2箱収納できますという念の入れよう。キッシュは別にラブホじゃなくても必要でしょ。どんだけ盛りのついた想像力。おまけに、SMX のカタログにはそのキッシュボックス近くのドリンクホルダーの下にシークレットトレイという場所が明記してあるんだ。その場所は、あたかもコンドームの隠し場所かとさえ思わせるスペースだぜ。え、シークレットトレイって明記しちゃったの？そこはちょっとあれじゃない？もしかして、アウトじゃない？な、そうだろう。おまけにホンダは、SMX 販売当時の CM や広告で、これでもかという数のエロいキャッチコピーを採用したんだぜ。それってどんな？例えばフルフラットシートを、倒れたら起こすのが友情、共に倒れるのが愛情と称したり、ただの ABS なのに、恋する足に、鍵はかからずと称したり、20種近くのキャッチコピーが画面に洪水のように溢れていたんだ。思ったよりシュールでよかったよ。言うほどエロくないじゃん。中でも私のお気に入りは、膨らむ愛が二人を守ると結婚するなら4番目の男だぜ。なんかいろいろすごいわ。ここだけ聞いていると、結構チャラいアピールの仕方に思えるんだけど、クリエイティブムーバーというのはホンダのピンチを救った名シリーズなんでしょ。この SMX のスペックや評価はどうだったの？まずスペックだが、2リットルで直4 DOHC の B20 型エンジンが搭載され、デビュー時は馬力 130PS、車重は 1330kg 台。リアサスにはダブルイッシュボーンを装備していたぜ。サイズ的には、現行の4代目フィットとほぼ同じで、車高が20センチほど SMX の方が高いくらいだな。2リットルの直 4DOHC で、ダブルイッシュボーンサス搭載なんて、結構豪華仕様なのね。限られた開発費のトールワゴンにしては、意外にまともなスペックな気がするわ。これで160万円から買えるんだから、若者向けの RV 車として十分成立していたんじゃない？そうだな。しかもメーカー純正品として、ホンダアクセスや無限などのアフターパーツメーカーから、エアロパーツが豊富に用意されていたし、量産車でありながらグレードにローダウン仕様もラインナップされていたんだ。純正ならではの良さを活かして、購入と同時に気軽にドレスアップできる点も若者へのアピールにつながっていたぜ。なるほど。カスタム好きな若者の層にぶっ刺さって、恋愛仕様からちょい悪仕様にマイナーチェンジしそうな予感がプンプンするわね。マイナーチェンジといえば、SMX は96年の誕生から2000年までの4年間に4度のマイナーチェンジを行っているんだ。特に99年3度目のマイナーチェンジでは大きく変化し、標準仕様と 4WD のグレードがセパレートシートの5人乗りになって、エンジンの出力が 140PS に向上しているぜ。あれ、恋愛仕様のベンチシートが売りじゃなかったの？自慢のどこでもセミダブルベッドに隙間ができちゃうじゃん。そうだぜ。ちなみに翌年の2000年には4度目のマイナーチェンジを行い、標準グレードに4人乗りベンチシートのカスタムベーシックが追加されたんだ。あれ、コンセプト迷走。私知ってるよ。この流れは大概しくじり車の各変モードに突入しちゃうんだよ。さすが霊夢。SMX は、ここから2年後の2002年に販売を終了して、結局1台限りで終わってしまうんだ。え、SMX は1台限りで終わってたの？思い出してみると、当時は結構街中で見かけていた気がするんだけど。それは SMX の売れ方に関係しているかもしれないぜ。SMX の売れ方。SMX は96年11月のデビューと同時に、月間販売台数が平均6000台を超えるスタートダッシュを見せたんだ。それまでになかった、斬新なちょいエロ&ちょい悪の販売戦略が大当たりしたのね。97年の軽自動車と外車を除く年間販売台数で言うと、カローラが唯一の20万台超えは別格として、ベスト10には5位のステップワゴンが約12万台で、10位のオデッセイは約8万台だったんだ。SMX は月間で平均6000台売れたから、年間で約 7.2 万台売れたということね。ってことは、もう少しでベスト10入りだったんだ。そうだぜ。しかも、ベスト10のその他の車種は基本的にファミリーカーで、若者にターゲットを絞った SMX がこれだけ売れたのは異例だから、かなり目立ったはずだ。なるほど。当時若者たちが乗っていそうな車の上位にいれば、特徴のあるルックスも手伝って、たくさん走ってるように感じたのかな。カローラが年間20万台売れていても、日本人にとって見慣れた車だから、特に印象に残らないだろう。確かに。
でもそれだけ人気があったなら、やっぱり一台限りで終わったことの疑問が残るわ。それには色々な要素があると思うが、やはりターゲットを絞った販売戦略と SMX の趣味性の強さという特徴は大きかったと思うぜ。恋愛しようとか走るラブホとか言われると、それ目当てと思われたくないから、購入するのに抵抗があるものね。それから、ベンチシートでホールド性を犠牲にしたり、リアが片側ドアで利便性を犠牲にしたりといった点も、スペース確保やコストダウンのためとはいえ、その遊び心に興味がなければ、購入する必要性を感じないからな。最初に好きな人たちが一気に購入し終えると、とりあえずペースダウンするのはスポーツカーと似ているわね。落ち着いて考えると、とりあえずコスパの良いミニバンだなってなるのかも。コスパで言うと軽自動車の質の向上も大きな要因になっただろうな。93年に登場したワゴン R を皮切りに、軽自動車はおしゃれで乗り心地も良くて、居住性も向上していたから、バブル崩壊後の不景気の中でミニバンか軽自動車という、ある意味二極化が進んでいった気がするぜ。人気低迷の原因によくありがちな、強力なライバルの出現はなかったの。これについては、2000年に登場したトヨタの BB がとどめを刺したと言われているぜ。あれは確かに売れていたね。パッと見のデザインやサイズ感とか、若者がターゲットだという点も SMX と被りまくってるし、経営基盤の大きさを生かした、後出しじゃんけんの帝王と言われるトヨタの真骨頂を発揮した感じだね。ただ、98年のホンダのプレスリリースによると、SMX は、96年11月から98年4月30日現在で発売以来8万9000台を上回る実績とあるんだ。ということは SMX は6年間の生涯のうち、最初の1年半でトータルの販売台数15万台の半分以上を売り切ったことになるんだな。それはすごいわ。スタートダッシュでほとんど稼いだって感じね。月間販売台数が平均6000台以上と言われていたのも、この年のプレスリリースでの販売計画台数は月間3300台になっているから、ホンダとしても先の展開は98年頃にはすでに予想しつつあったと思うぜ。ってことは、2000年に BB が登場しなくても1台限りで終わっていた可能性があったってこと？その可能性もあったんじゃなかろうかと思うぜ。もともと有用に有用を重ねて開発されていたから、販売台数による開発費は6年間でペイできていたんじゃないかな。それまでに車中泊やソロキャンプの一大ブームが起こっていれば話は変わったかもしれないが。そうだよ。車中泊とソロキャンプ。SMX は走るラブホよりそっちの方で有名になってほしかったわ。こうなったら私が SMX の中古車を買って SMX の汚名を返上してやるわ。マリサ SMX の中古車情報をお願い。うむ。SMX の中古車情報をチェックするぜ。SMX の中古車は現在20台ほど確認できていて、平均価格が40万円ぐらいで、価格帯は18万から118万ぐらいで動いているようだ。この平均価格なら、セカンドカーとして購入のハードルが下がりそうだな。趣味の車として乗りやすいから、車中泊やソロキャンプ愛好家にとっては絶好のターゲットじゃない。買うなら今がチャンスだわ。でも、走るラブホと言われると中古車はちょっと気が引けるかも。さて霊夢、今回の SMX の解説を聞いて感想はどうだった？ SMX はデビュー当時からシンプルでかっこいいと思っていたから、走るラブホって呼ばれていたことを知って驚いたと同時にショックだったよ。本当に好きで SMX に乗っていた人たちは、嫌な気になっただろうね。確かに。ただ、あの頃はこういう下ネタ的な話題に盛り上がっても許される時代だったからな。それから、後に30歳で魔法使いになりそうな、若き候補生たちの純粋なハートをいたずらに煽った、当時の自動車系メディアもちょっと悪ノリが過ぎたと思うわ。さっきも言ったけど、現在のように車中泊やソロキャンプがスタンダードな市民権を得ていれば、ホンダの販売戦略も違ったものになっていたかもな。そうなれば、SMX が1台限りで終わらずにしくじり車と呼ばれることもなかったはずだよ。それで、SMX の中古車は買うのか？もちろん。今度の女子会は時、女だらけのソロキャンプダウンヒル大会だわ。大会したら、もはやソロじゃないぜ。ってことで、今日の解説は以上だぜ。みんなの SMX への熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。